はい、あ、こんばんは。今日は夏ということで。夏ですね。夏といえばゆいら。夏といえばゆいちゃんのケツの穴。冬といえばゆいちゃんのケツの穴。全部ケツの穴や。ケツ穴確定なんですけど、やっぱ去年夏祭り行ったと思うんやけど、はいはいはい、今年もちょっと夏祭り行きたいなと思って、うん、で今日イチェが、イチェの方で撮影したんやけど、それはちょっと見てほしいんやけど、はい、まあ、誕生日ね、もらってくれたっていうことで、多分出んの3ヶ月後とかやから。いやいや違いますよ、出しますよ。あ、ですか、はい、そんな帰りには来てたんやけど、ちょうど熊田祭りがあるっていうことで、はい、あ、そういえば熊田祭りといえばゆいら3人で去年行ったなって、はいはいはい、雨の中ね、雨の中めっちゃ雨降ってたんで、やばかったですよね。でなんかパン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 これね、やったりとかして、で、うんうんうん、で今年も行ってみようって思って、うんうん、これどっちですか、後ろ、え、左左ちゃん、あれ静かにゆいちゃんに通ったんじゃないですか、こっちかっけど、うん、多分それって感じで、今日は熊田神社に行きたいんですけど、そう、まあこう行ったらいいんだから、行きたいんだけど、さっきそのここに来るまでに車がすごくてさ、もう怖かった。で、めっちゃなんかほんまにめっちゃ人が多いところに入り込んでもって、うん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 、そこで止まってる時にちょっとまばれちゃって。囲まれてみんなに、うん、なんか後ろ動物みたいなのが、そう、サファリパークに来てるやつになって、こっちが動物みたいな、みんな見てるみたいな、それをめっちゃ気まずかった、え、びっちゃんこれやみたいな、中まで来て、なんかコウ君いないんですかとか言ってさ、もうやめてください、てかコウ君いないんですかとかやめてほしいし、まずコンコンってやめてほしいな、うん、シンプル、普通に下のもの触ってるっていうか、下の、ね、知らない、こっちからさ、知らない人から車触られてるってことで、ね、そうそうそう、うん、それはちょっとやめてください、すいません、これ見てない、確かに見てない、まあいいんやけど、まあそんなこんながあって、サムネ詐欺しましょう、皆様にお願いがあります。 OK、 じゃあ、はい、ちゃんとまっすぐ座って OK です、はい、ありがとうございます。サムネ1っておかしくない、いや、リアルリアル、そこがなんかあったんかなみたいな、ほんで、まあそれで今から行くんやけど、はい、どこ、ここ着いたけど、え、やばい人っていうか、去年よりやばい、うん、え、ディズニー行かんでいいやん、ダッフィーある、ほらみんな見て、助かる、ダッフィー、いや、ゆいは、ゆいらの狙い目はいちごミルクと、あ、違う、いちごミルクじゃない、いちご、いちご飴、いちご練乳、ほんまはいちご練乳飴やねんけど、とカステラ買ったら買える、もう人が多すぎてやばい、しばくそ、何、ドーン行かれた、そう、バリベダメだやった、ほんまにそれやね、しかももうみんな怖い、やっぱり祭りに来たかったけど、やっぱ来たら来たで怖い、怖い、そう思ったら雨やったからさ、去年の方が少ないよな、おちゃん、やばい、怖い、怖い、もういちご飴だけでいいやん、いちご飴ないもん、行って汗ついた、誰かラムお願い、映って、いや、3人だけの空間、ここだけ、また一回見て、汗やばい、見といてな、鼻の下立ち止まったら何で決まってるんですか、わからん、ゆうが映ってったかと思う、どうしよう、いちご飴がいいんだけど、これ右に行ってみようや、で、え、でもだってリンゴ飴ないやろ、向こうなかったやろ、じゃんけん負けた、汗触っていいの、え、無理、はい、じゃあ、ぎゅー、じゃんけん、はい、よしよ、くそくそ、ちょ、もうマスク取りたい、暑い、ごめんなさい、怖いんで出てきました、やっぱり無理でした、いや、もうあれより多かった、初日の方が、そう、もう全然もっとバレた、
それはやばいやろな。ありがたいんですけどね、知ってもらったね。でもなんかあの一日めちゃわかる。ゆいなんか今日後ろからこうどん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 、わかる？わからん。ほんまにわからん。絶対誰？めっちゃリスナーさんとかじゃない？知らん。だって見たことないもん。やば。友達じゃん普通にそれか。え？そうなん？知らん。え？じゃないとでわかるで私が。え？聞いた。友達のやつ。え？絶対違う。待って道迷っている。これ右か。右やな。カクカクしたのは何ですか？まあイーラいちご飴食べたかったんやけど、はい、これだけ。まず人多すぎていちご飴とかもなかった。あ、売り切れ。水あんで？水はあるんです。何が欲しい？炭酸か？スースー。スースーやったらあれやな。デカビタ、デカビタあるで。水もあれへんの。デカビタ買ってらん。これじゃないもん。いや、ローンもある。デカビタ。な、熱くちゃ。誰？また行こうって言い出したの。え、まさか。やっぱ無理やわ。無理たいけど。令和？もうええか、令和の金。金でも作んねえ。間違いね。だからデカビタ言ってるやろ。どうしてんの？一応普通にブラックコーヒーやろ。買ったことないで。すいません、写真はちょっと。なんかそれでね、写真撮ってくださいって言われて、すいません今日はって言ったらなんか、え、無理らしいとか言われてやめてな。こっちが気まずくない？こっちが気まずくない？こっちも申し訳ない、すいませんってなってんのに。なってんのに、その間めっちゃ気まずない。やばかった。どうしたらいい？あとチューしてる人多すぎ。みこし数えて頑張ってんのにチューしてたって。ラブ号行ってください。めっちゃ唇触ってた、こうやって。親指で。我慢できます。ありがとうございます。いただきます。一回唇触ってみる。どんな感じ？世の人がやってたこと再現。なんで？一回お願い。結構ですか？うん。やってたんだよ。もう一回お願い。気持ち悪い。じゃあお願い、もう一回。めっちゃ気持ち悪い。じゃあお願い、一回もう一回だけ。じゃあ分かった、もう一回お願い。うわぁ！いやぁ！やばい、言わせに、言わせに。見つけてダメです。続いて、続いて。あ、ダメ。平和。意地やで。意地ってさ、なんかさ、匂わすときさ、こうやってやると思ってんだよな。抑えるやろ。だってさっき鼻につけてる。何をつけた？ゆいちゃんのケツの周りなんかあのあれです、やられましたかって。開けて開けて、もう開けて開けて、ありがとうございます。一回クマタゴのケツなんだ。何をとく？え、クマタゴの、クマタゴ周りの。だって結構さ、何やろ、汗かいたやん。確かにね、背中めっちゃ汗かいてますね。変わらんでいいってだ。自分らって何？一年も、じゃあ分かった。なんかゆいがめっちゃキツ臭いなってけど、二人とも臭いやろ。あ、そうですよ、みんな臭いけど、うん、ゆいちゃんなんか飛び抜けて、うん、飛び切り痛ない？飛び切りお前さ、いじめやん、ほんまにでもそう言われてちょっと喜んでるやつ。喜んでない？全然嫌がってる。自分からケツ下ろしてる。そうね。しかもやらんかったらさ、してくれへんくなったよお前は、みたいな言うやん。じゃあ前韓国行ってパラダイスシティおるときに言う綿棒を渡すんだ、一時に。ほんなチャイナのちょっとついて。ゆいなさ、この話してるときは言っちゃもらうから、そんな祭りとか行かんでいいやん。だってここらのときにケツの穴で金魚すくってよかった。ケツの穴に挟むね、網。ほんでこうやって。その後のあの棒のとこによってめっちゃ臭い。立ち止まって話す内容でもないよ。ごめんな、内容ではないよ。ごめんなさい。早い、自分で回収する。全部取れてなかった。え、取ったはい、ということで今年の熊田祭りもこんな感じでした。来年もお楽しみに。